英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、英語基礎練習問題の2回目です。日本語に合う英語になるように下線部に単語を書きましょう、こういう問題ですね。1、私は毎朝早く起きます。英語って主語の次にもう結論の動詞というか述語がきますよね。ですから I の後ろには起きますという単語が来るはずです、ね、起きるというのは get up でしたね。 get up、ね、ですから I get up early every morning。 I get up early every morning。 I get up early every morning。 こうなります。括弧に、あなたの本は机の上にあります。 Your book is、 あなたの本はあるとなってますよね。そして The desk なので机の上にとなるようにこの下線部を埋めればいいわけですね。机の上にはオンをつけて On the desk、 前置詞のオンですね。 This book is on the desk。 こうなります。括弧3番、ありがとう、 Thank you ですね。どういたしまして、これは You are welcome でしたね。 You are welcome、 こうなります。 Thank you, you're welcome。 もう一回上から読んでいくと、私は毎朝早く起きます。 I get up early every morning。 あなたの方は机の上にあります。 Your book is on the desk。で、ありがとう、 Thank you、 どういたしまして、 You're welcome、 こうなりますね。括弧の指示に従って英文を書き換えましょう、こういう問題です。括弧4番は You are from Kanazawa。 You are from Kanazawa。 あなたは金沢出身です。これを疑問文にとあるので疑問文に書き換えます。これ You are と be 動詞の文章ですから、 be 動詞を主語の前に出してあげれば疑問文になりますね。ですから Are you from 金沢。そしてクエスチョンマーク、 Are you from 金沢。これで疑問文が出来上がりました。括弧5番、 I like sushi。 I like sushi、私は寿司が好きです。これをこれ否定文にあるので否定文にします。これ一般動詞の文章なので I の後ろに Don't、 Do not を短くした Don't を入れればいいですね。 I don't like寿司。 I don't like sushi。 I don't like sushi。 これで否定文が出来上がりました。6番は Mary can read 漢字。 Mary can read 漢字。 Mary は漢字を読むことができます。この文章を否定文にします。これ Mary can と can があるのでCan の後ろに not をつければ否定文が出来上がりますね。ですから Mary cannot read 漢字と、ね、Mary cannot read 漢字。 Mary cannot read 漢字。もちろんこれは can と not を離して書いてもいいですし、短くして can't にしても構いませんね。今回英語基礎練習問題の2回目をやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。